ね、もう統一地方選挙もうすぐ済みますとね、まあ大阪城でね、現役の議員も新人の議員もね、皆さんのそばに行ってね、とにかく皆さん一票くれ一票くれ、直接自分を選んでくれ言っていきますよ。その時に皆さんにね、言っていただきたいのはね、じゃあね、大阪都構想も自分たちで決めると、なんで議会がその途中で潰すの、一番おかしいじゃないの、こう言ってください。皆さんの声で大阪都構想は最後皆さんが決めるんです。ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうもありがとう、ありがとうございます。最後は皆さんが決めます。お願いします。ありがとう。寒い中どうもありがとうございました。最後、毎日新聞だけは明日から変えてください。お願いします。本当に寒い中ありがとうございました。ご清聴いただきました皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ皆さん、明日が投票日です。既存政党にしっかり鉄拳振らわしに行きましょう。次はもう市民の皆様方にぜひお力添えをいただきまして、明日の投票日、皆さんのお力添えを信じておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。もう統一地方選挙もうすぐ済みますとね、まあ大阪城でね、現役の議員も新人の議員もね、皆さんのそばに行ってね、とにかく皆さん一票くれ一票くれ、直接自分を選んでくれ言っていきますよ。その時に皆さんにね、言っていただきたいのはね、じゃあね、大阪都構想も自分たちで決めると、なんで議会がその途中で潰すの、一番おかしいじゃないの、こう言ってください。皆さんの声で大阪都構想は最後皆さんが決めるんです。ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうもありがとう、ありがとうございます。最後は皆さんが決めます。お願いします。ありがとう。寒い中どうもありがとうございました。最後、毎日新聞だけは明日から変えてください。お願いします。本当に寒い中ありがとうございました。ご清聴いただきました皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ皆さん、明日が投票日です。既存政党にしっかり鉄拳振らわしに行きましょう。次はもう市民の皆様方にぜひお力添えをいただきまして、明日の投票日、皆さんのお力添えを信じておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。